はい、どうも B レジェンド影谷です。今回はですね、 B レジェンド、まあ、B レジェンドに限らずなんですが、プロテインは牛乳で飲む方がいいの、それとも水で飲む方がいいのっていう、ご質問ねよくいただきますので、今日はそれをね検証してみたいと思います。で、まず B レジェンドはお水で飲むことを勧めています。というのはまあ理由がいくつかあって、水で飲む方がまず牛乳よりも消化吸収が早いと。やっぱりこの牛乳の中には脂質も入ってますしね、乳糖とかも入ってるんですけれども、まあ、やっぱりこのお水でダイレクトに飲んでもらう方が吸収が早いということがまず一番のポイントです。でタンパク質、プロテインはね、やっぱりトレーニング後にすぐ栄養吸収したい、タンパク質補給したいということが目的なので、だからまあお水で飲んでいただくのがベストかなと。ただ裏を返せば、例えば朝食で、朝食の時に飲んでもらうとか、まあ、こうカゼインじゃないけど間食で飲んでもらう時なんかだったら逆に牛乳っていうのも一つだし、糖質を取りたいっていうことであればあえて牛乳で飲むっていうのも一つだと思うんですね。ということで今回はお水 200cc と牛乳 200cc2 つ用意しました。でそれをですねちょっと各々ね、どんな感じになるのかっていうのをちょっとまあ飲みながら検証していきたいと思います。ではですね、まあ、スプーン4杯ずつね入れていきましょう。1杯ずつ入れていこうかな。はい、まずお水に1杯。超静電気、すごい見て、ほら静電気、これ袋の中に入れっぱなしだったから中でスプーンが動いてね、多分静電気起きたんだと思う。はい、お水3杯目。はい、ほら見て、こんだけやってもまだこんなについてる。わかるかな、わかる、まあまあこれあんまりねスプーン入れっぱなしじゃない方がいいよね。はい、ということでまず今牛乳とお水入れてみました。そして入れた感じこんな感じです。わかるかな、わかんないかな、こっち見せた方がいいか。はい、もう牛乳は白いからね、馴染んできてるかどうか全然わかりませんけどね。はい、まあ最初入った段階ではどっちも似たようなもんですね。では公平を期すために1杯ずつ入れて計4杯入れましたが、シェイクも公平を期すためにダブルローリングシェイクからの、あ、もうなんかここでちょっとわかるな、なんかシェイク、うん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 、ふい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 、こんなもんでいいかな。さてどうでしょう。はい、まずシェイカーの壁面についてるのは水はもう全然ついてなくて、牛乳はちょっとまださーっとなんかついて白い感じになってますよね。でここちょっとダマがあります、いくつかダマがあります。で泡はどっちも同じぐらいかな、どっちも同じぐらいかな。よし、ちょっと開けてみましょう。で香りは、香りは分かんないまあ分かるってことないか。ほらでこっちお水、もう見た感じ分かりますよね。お水の方はもうなんかサラッとしてて、でこっちは牛乳の方はちょっとドロッとしてて、壁にシェーカーにも結構ついてますよね。でダマも少しやっぱりできてます。だからまあよくねダマがよくできるっていう方で、結構トレーニング初心者なんじゃないかなって思われる方はですね、多分ね牛乳で飲んでらっしゃるケースが多いんじゃないかなと思うんですね。ということでまずちょっとお水の方から飲んでみましょう。あ、ちなみに今回シェイクしたのはナチュラルです。もうド定番ナチュラルです。ではちょっと飲んでみましょう。あー、うん、うまいね。ナチュラル、あっさり、さっぱり、はい、爽やかミルク風味だけあってね。そしてこっち、次牛乳いってみましょう。うん、うん、あー濃厚、味はやっぱりこっちの方が、まあでも好き嫌いあるかな。さっぱりして飲みやすいから水の方がいいという人もいるだろうし、甘みがやっぱり増すので、牛乳の方が美味しいという人もいるし、牛乳入れるとやっぱりもうちょっとヨーグルトっぽくなりますね。やっぱりねダマができてるね、牛乳だとどうしても乳糖が、お乳の糖質ね、乳糖が入ってる分やっぱりこう 何かが混ざってるものと何も混ざってないものとだったら、混ざってないものの方が溶けやすくて、混ざってるものだったらやっぱりそのミックスされにくいですよね。もうこれ見てもわかるかな、ほらシェイカー見ても水の方はもう透明になってるけど牛乳の方まだ白いでしょ、うん、
うん、前あっさりしてて飲みやすい。だから数量もねやっぱりかなりいけると思います。あれなんかナチュラルもちょっとダマになってますね。 2,3 ミリぐらいのダマが2つぐらいありますね。はい、じゃあ牛乳も飲んでみたいと思います。うん、うん、うまい。あ、うまいね。なんかヨーグルトみたいな感じ。ほら見てわかるかな、こっちお水こっち牛乳。ほらやっぱりねちょっと牛乳の方がダマありますよね。あの同じようなサイズのダマがどっちにもあるんだけど、お水の方は2つ3つなんだけど、牛乳の方はもう10個とか15個とかあるかな。はい、ということで、まあ、おさらいをしますと、お水と牛乳の違いっていうのは、お水の方はまず溶けやすくてダマにもなりにくい、ね、でただ味はお水の方があっさりしてて、牛乳の方がちょっと濃厚になって甘みが増えてヨーグルトみたいな感じになると。で、特性としてはお水の方が早く吸収してくれて、牛乳の方が吸収がゆっくり、そして牛乳の中の栄養成分の脂質とか乳糖炭水化物とかが入ってるから、こっちの方が糖質をもう少しプラスできるっていうこと、あとゆっくり吸収してくれるから、例えば寝る前なんかだったらこっちの方がいいかもしれないですね。なんかそういう特徴があるので、まあ、どっちがいいかというと状況によります。トレーニング直後だったらもう絶対お水です。例えば就寝前に飲むんだったら牛乳かもしれないですね。で、朝食とかね、あの間食的に飲むのであればこっちかもしれないし、牛乳かもしれないし、ただ炭水化物を余計に栄養を取りたくないんだっていうのであれば当然お水だしね。同じような見方によっても、減量という見方によってもやっぱり両方特徴によってどっちがいいかっていうのが分かれてくると思うので、一概にこっちがベストだっていうのは難しいと思います。なので、まあ、今言ったような特徴を踏まえて皆さん、まあ、お好みに応じてね飲んでいただければいいんじゃないかなと思います。あと糖質取ろうと思えばスポーツドリンクでシェイクするとかそういうのもありますよね。はい、まあ本当いろんな飲み方ありますので、まあこうね、フレーバーをいろいろ混ぜて飲むっていうだけじゃなくて、まあ、何で飲むかっていうのも試してみてください。以前ね、Bレジェンドをまずく飲む方法みたいなので、まあ、いろんなごちゃ混ぜやってみたりしましたけど、またそんな動画も見てもらえればいいんですが、まあ本当ね、楽しみ方いろいろですので、ぜひいろいろ皆さんと、トライしていただければと思います。ということで、もし皆さんこんな飲み方しましたよっていうのがありましたら、コメント欄に、コメントください。ぜひですね、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンの方もよろしくお願いします。もしね、お友達が B レジェンド興味ある方いらしたらですね、この B レジェンド鍵谷チャンネルはじめ B レジェンドをご紹介いただければと思います。ということで、今回は、お水と牛乳 B レジェンドはどっちで飲んだ方がいいのっていう動画でした。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。